ダブルの鳴海明子は鳴海宗吉の娘で大阪出身、小柄で童顔なので翔太郎からは中学生だと思われた。ちなみに演じている山本も大阪出身なので、明子が喋る大阪弁はネイティブ発音である。明子のマイスリッパにはツッコミ用のセリフが金の毛筆で書かれている。文字は主にツッコミ用だが、酒、雨をやめなど特殊パターン含めて20種類ある。照井と明子の結婚生活は幸せそのもの。朝のルーティンは照井が料理担当で、明子は爆睡担当である。ちなみに結婚後も照井の妻に対する主張呼びは変わらなかった。ガールズリミックスで鳴海明子は11年ぶりに客演を果たした。劇中では新たに照井バージョンのスリッパが登場したり、風を受けてフィリップさんとつぶやくなど、ファンにはたまらない活躍を見せた。